open. その美味しさには情緒があります。明治メルティーキッス抹茶。冬のキッスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにね。濃く溶けていく雪のような口どけ、ニューメルティーキッス明治。冬のキッスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにねって感じ。雪のような口どけ、明治メルティーキッス明治。冬のキッスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにね。幸せだな。明治メルティーキッス、洋酒が香る口どけできました。明治。冬のキッスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにね。濃く溶けていく雪のような口どけ、明治メルティーキッス明治。冬のキッスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにね。大賛成。雪のような口どけ、ニューメルティーキッス。私もさらに濃厚でクリーミーな味わいになっていて、とても美味しかったです。まろやかで優しい口どけなので、なんかこう疲れた時とか癒されたい時に食べたくなりますね。そんなメルティーキッスの誕生物語の映像がメルティーキッスホームページで見られます。ぜひ見てください。いよいよ発売開始しました、冬季限定のメルティーキッス、皆さんぜひお楽しみください。新垣結衣でした。皆さんこんにちは、新垣結衣です。今年も雪のような口どけでおなじみのメルティーキッスの CM に出演させていただくことになりました。今回の
CM 撮影はですね、いつものように雪の中なんですけれども、これまではこう木の下でブランコに乗ってとか、より静かなイメージだったのが、今回はイルミネーションでいつもよりもちょっとキラキラしてて、すごく綺麗だなって思いながら、はい、やってます。衣装もいつも可愛いものを作っていただいてるんですけれども、セットがいつもよりもこうキラキラしてたのと同じように、今回は衣装もこの辺だったり、スカートもビジューがたくさんついてキラキラして可愛いです。いよいよ発売開始しました、冬季限定のメルティーキッス、ぜひ召し上がってください。新垣結衣でした。それでは完成した CM をご覧ください。どうぞ。明治冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにね。濃く溶けていく雪のような口どけ、明治メルティーキッス。